使用処置試験直前講座ラインナップ皆さんこんにちはレック専任講師の根本です直前学習順調でしょうかレック使用処置講座では直前学習を後押しする講座をいくつも用意しております今回はそのラインナップを紹介させてください具体的に言えば大きくいくと六つのカテゴリーがありますまずは一つ目予想系です出やすいところそこにまず特化して力を上げていきたい そういう方におす,すめです。二、過去問対策。なんだかんだ言って、過去問重要です。それをご自身で、なかなかうまくいかない方。いろんな講座用意しています。三。期日、最後の最後は。結局、何問解いたかですよ。問題数を、ちょっとでも増やしたい。という方におす,すめのものです。そして、四と五。そもそも土台。 自力をつける講座そして六。昨年は必要ありませんでしたですがいつ出てもおかしくない令和元年改正その対策もできますでこの六つちょっと細かく見ていきたいと思いますまずは予想形です予想形に関しては卓一形と期日で分かれます で卓一系に関しては全科目のものとマイナー科目だけに絞ったものに分かれます。で全科目のものについてはもうポイントこのえ論点ちゃんと勉強しようねといったコンパクトな回数2回というものとその具体的な内容その具体的な部分まで踏み込んだものもうこれさえやっとけばその単元は大丈夫だと。 いうところまで踏み込んだものまである講座に分かれます。はい、あとはこの二つ担当する講師が違っています。もちろん予想内容というのもまあ、えー、一人一人個断できます。次、もう一つは機密の講座です。機密の予想講座があります。こちらについては、えー、こちら予想講座の内容は同じです。ただ担当する講師が二人います。 レベル感に合わせて講師を選べるという形になってます次は過去問対策です過去問対策大きくかけてこちらも卓一と記述に分けられますでこの卓一のものについてはこちら上下上の方はその分野この問題をやっておくといいよといった一問まるまる。 プラス派生論点を説明していく講座。合格者からの評判が非常に高いいわゆる直託と呼ばれる講座ですもう一つは足レベル足レベルでこの足はやっとこうねといったえ厳選した足に絞ってやっていくという講座に分かれてきますそれともう一つは述過去問の解説です記述問、実際やってみると えー、こんなの出るんだとか、これどう判断するのなかなか苦しいものもありますご自身でできない場合は、ぜひこちらを使ってみてください次、均一の問題数を増やしたいという方にはこちらの講座をお勧めしますこちら、担当する赤松講師、実務家の方です実は昨年の本試験、一部分の流れ完全に同じ流れを出しました だから、受けた方、もう本当にびっくりしたそうです。この太郎と花子と全く同じ流れが出たぞ本試験を作っているのも実務化でしょう。そして、このものも実務化作る問題です。正直、難易度はかなり高いです。ただ、やった感は十分あります。問題数を増やしたい方、実務化しての問題を解きたい方、お勧めします。では、この自力をつける。 の自力力をつつける力、えー、講座3つほどご紹介しますまず一番上そもそもひな型力これをちゃんとつけたいという方1日に30分ずつでひな型の力がつく講座になってます次そもそも問題の解き方これをしっかりやりたいでしかも答案構成用紙というのはあまり使わずにもう簡単な方法でやりたいそういう方におすすめの講座です また一日十分ちょっと時間多くは取れないでも自力をちょっとずつけていきたいひな型実体的な力もう総合的につけたいという方におすすめなのが一番下キーツ十分朝取り百題になります一方次は卓逸です卓越ものについてはいろんなものがありますえまずは一番上えこちらですが全科目全分野 もう、このところをね、とにかく、もう、がっと、回していくと。一二三十分ずつで、回していくと、いう講座が、一番上になります。次に、真ん中。農地用の許可だとか、仮登記の鍵だとか。もう、どうしても、最後、力技になってしまうもの。そこ、を一気にやっていきましょう、ということです。一番下。五科目。民俗系、七問。あんな、取れません。えー、ただ、そんなに、多くも、時間、取れ、取れません。 1一講義60分で出るところ効率よく学んでいくこれは一番下の講座になりますえ最後に令和元年会社法改正その対策ができるもの大きく分けて2つありますまずは上の方一問一答の問題ベース問題ベースでえこの改正会社法を公約していく講座一方下 受験生の評判が高い、携帯使用処置、これを使って改正部分、プラス改正以外のちょっとマイナー部分、もうそこも攻めていく講座がこの一番下のものになります。こういったいろんなラインナップをレックの方では揃えています。もし自分でどれが一番いいんだろう、自分に向いたものなんだろうというのがあれば、ぜひレックの各本校等にお問い合わせください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。